増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。皆さんおはようございます。増田敏夫でございます。この前この時間で、菅内閣の支持率が落ちたというお話をしまして、その時 41% に下がったというんで結構騒いでまして、41% じゃ高い方じゃないですかというそういう声もあるというお話をしたんですが、このところですね、また菅内閣支持率が、33% に急落したというニュースが出てまして、コロナに対する対応がですね、悪いというんで、コロナ対策に不満だという人が7割以上ですね、いるということ、これが支持率がどんどん下がってる、急落したということの理由になっているようなんですね。そのコロナ対策のお粗末さというのはこのワクチンですよね。ワクチンのこの接種、これがですね、欧米と比べて大きく遅れているということなんですね。厚生省の発表によりますと、2月の末ですかね、あたりから医療関係者とか介護とかそういった医療関係から始まってですね、だんだんと接種の幅を増やしていくというお話なんですけども、もうアメリカなんかはですね、もう始まってますし、イスラエルなんかも終わったと、それからイギリスその他、いわばヨーロッパ欧米もですね、どんどん進んでるわけですね。で、日本は2月の末から始まって、それからっていうんですから、ちょっと随分遅れがひどいなと、そういうことになると国民もですね、やはり不満に思われる方も多いんじゃないですかね。よく理解できると思いますね。ところでですね、最近、面白い風刺漫画っていうのを見ましてね、面白いんですよ。普通ネズミっていうのはいろいろな実験に使われるんですね。このワクチンのいろいろ研究でもですね、ネズミが一つのこのモルモットじゃありませんけど、実験に使われるわけですね。で、この2匹のネズミがいましてね、1匹のネズミが、お前さんワクチンやったかいと聞いたら、もう1匹のネズミがですね、人間の実験がまだ終わってないのに、お前バカなこと言うなよと言うんでですね、お笑いになったという話なんですが、菅さんもですね、このネズミの話じゃありませんけども、アメリカとか欧州とかその他、今どんどんワクチンが接種が行われているわけですが、これが全部し終わって、この様子を見てですね、副作用とかいろいろその被害が出ないと、これが安全だということが確認されたら、日本もやろうかなということがこの遅れの裏にあるというならですね、そう国民に言った方がいいんじゃないかと思いますけどね。あるのかないのか知りませんが、もしそうであるというなら、国民の安全をですね、真剣に考えているということにもなりますし、さっきのネズミじゃありませんけども、ワクチンを打ったかいって言ったら、冗談言うなと、人間の実験がまだ終わってないよという話ですから、日本はなんでこんなにワクチンの接種を遅れるのと、冗談バカなこと言うなと、アメリカがまだ終わってないよとこういう話であるならですね、冗談半分にしても国民は納得するんじゃないかと思うんですが、何でもあんまり真剣にですね、やると肩が凝りますから、政治の中にも笑いの一つや二つぐらいあっていいんで、本当であろうとそうでなかろうとですね、
なんでこんなに、まあ、野党が国会で質問してくるでしょうけども、なんでこんなにそのワクチンの接種が遅れてるんだと。いや、まだアメリカとヨーロッパの、人体実験終わってませんからと、こう言うと大問題になるかもしれませんけども、そこのところをですね、まあ問題にならないように上手にですね、本当の冗談ですよ、本当のユーモアにすればですね、まあマスコミも開いた口が塞がらないというふうになってですね、マスコミからコテンパンにその批判されるような冗談はよくないんですけども、本当に、まあ、国会全体が爆笑でですね、マスコミも、まあ、こんな洒落たことを言うんじゃ、まあ、責めるのはよしましょうということになるかもしれませんが、まあ、政治というのは何事も真剣で、あって、しかるべきなんですが、中にはですね、こういった笑いもですね、なければいけないと。そういった態度が一つの、まあ、なんて言うんでしょうか、政治の余裕ということになるわけで、そういうところからまた国民の安心感というようなことも生まれますから、まあ、国会討論の、まあ、様子をテレビで見てると、あれずっと続けて見てる方はほとんどいないと思いますけどね、まあ、国会議員さん自身がですね、国会に出席してる国会議員さん自身がうとうとと居眠りをしてるわけで、まあ時々、財務大臣をしてる麻生太郎先生はなんか居眠りが専門じゃないかと思われるぐらい年中こっくりこっくりと、寝てられますけども、それぐらいですね、まあ、緊張感もなければ面白くもないというのが今日本の国会で、質問の方も答弁の方も初めから用意してあってですね、質問も原稿を読んでですね、いかに原稿を読んでいながら読んでいないような顔をして質問するのが上手な質問ということで、また答弁の方もですね、全部役人さんが答えは書いてあるんですけども、それをこの実際読んでるわけですが、いかにも自分の言葉のようにですね、今思いついたような顔をしてですね、いうのが、まあ、立派な答弁ということになってるわけなんですが、本当にそういうことを国民が見てて分かりますからね、ですからもう退屈退屈ということになるんですね。その退屈な国会が国家のですね、この立法機関として、国民にとって一番大事な法を定める、法を作る、アメリカではローメーカーっていうんですが、法を作るのが国会ですから、その国民にとって一番大事なこのローメーカーの集まり、の国会がですね、居眠りの場と退屈の場ということはですね、あまり褒めた話ではないわけで、まあ少し緊張感をほぐす、あるいはその退屈をですね、直すような工夫も、そういう洒落た国会議員さんがですね、少し出てくることを、まあ、私は期待してやまないわけですが、ネズミのさっきの会話じゃありませんけども、実験に使われるネズミが2匹いて、1匹のネズミがお前さんワクチン打ったかいっつったら、バカなこと言うなと、まだ人間の実験が済んでないと、まあ、これぐらいのことがですね、今回の日本のワクチンの遅れの洒落としてですね、言えるようになれば、まあ国民もなんかほっとするというか、それがきっかけで支持率が上がるかもしれないんじゃないかななんて、思ったもんですから、まあ今日はちょっとおかしな話をさせてもらいました。